事件の現場となった施設の入所者は体育館での生活を続けるなど今も元の生活に戻れずにいます施設の入り口には警察官が立っていていまだ警戒を続けていますそしてその入り口の横に設置された献花台にはいまだ多くの花が手向けられ続けていますこれは ANN が入手した現在のやまゆり園内部の映像です 廊下には多くの花束や入所者に向けた手紙が並べられています。この事件では入所者19人が死亡、職員も含めて27人が重軽傷を負いました。事件当日は157人が入所していましたが、今は94人に減っています。犠牲者が出た部屋ではまだ暮らすことができず、自分の部屋に入れない人は体育館などで生活しています。 多くの入所者や家族が施設での元の生活を望んでいて県などはなるべく早く全面的に再開したいとしています。